はい、こんにちは、リビーです。今回は職場にいる機械設計者のタイプ紹介というテーマでやっていきたいと思います。で、私 FA 関係の機械設計者として大企業で5年、ベンチャーで2年ほど仕事をしてきているんですけれども、新入社員の頃って設計云々っていうよりも、もう上司とか先輩の言うことを聞くので精一杯だったりとか、あとは会社とか、あとは設計のルールを覚えるのでもう頭がいっぱいいっぱいっていう時期だったんですけれども、仕事に慣れてきたこう3年目4年目ぐらいになってくるとですね、こう自分ってこう会社の中でどういうポジションでこう仕事をしていこうかなってこう考える時期が来ると思うんですね。まあ、どういうことかっていうと、自分ってこう何が得意なのかなっていうことが一つと、あとは自分ってどういうキャラでこの会社の組織の中で仕事をしていくのが向いてそうなのかっていう、まあ、そういった観点ですね。で、私この7年間でですね、もういろんなタイプの設計者の方と仕事をする機会があったんですけれども、じゃあどういうタイプの設計者の方がいたかっていうのをですね、まあ、私の偏見 100% で解説していきたいと思います。まあ、今後の仕事の仕方を考える上で参考にしていただければと思います。まず一つ目はですね、問題を作ったり問題を発見するのが得意なタイプで、これはリーダーとかマネージャーに多いタイプなんですけれども、でこのタイプの人っていうのはこうアイデアをポン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 出していくのが得意だったりするんですけれども、アイデアっていうのは最初はこう単なる思いつきみたいなものだったりするんですね。でそれをブラッシュアップさせて理にかなったアイデアっていうものにこうしていく必要があるんですよ。でそれをするためには一体何が成立している必要があるのかとか、何を検証する必要があるのかっていう、その命題というかお題目を作るっていうのがこの人たちが得意とするところだったりするんですね。あとは設計 DR の時とかもですね、他の人だとなかなか気づかないような問題にこうパッと気づいたりするっていうのもこういう人たちはよくありますね。例えばこう図面をパッて見た時に、こここういう構造だとこういう荷重がかかるからあかんのじゃないのとか、こういう荷重に対して受けるところがないからこれじゃダメじゃないのとか、結構そういうのをパッと気づくっていうのがこういうタイプですね。ただですね、こういうタイプにも欠点があって、それはですね、何かこう気づいたりとか何かこう思いついたりしたことっていうのはとことん突き詰めないと気が済まないっていう、そういう性格の人が多いですね。欠点っていう言い方をしちゃうと、あたかもいけないことのような風に聞こえちゃうんですけれども、もちろんこの性格がいいっていう時もいっぱいあるんですよ。ただですね、これが悪い時っていうのももちろんあるんですね。これ私がとある開発案件をやっていた時の話なんですけれども、私がですね、まあ、あらかじめ計画表を作って、いつどういう試験をどういう手順でやっていくかっていうのを、まあ、計画をして、でそれを上司に承認をもらった上でやっていたりとかしてたんですけれども、開発をしている時にですね、まずその上司から、まあ、あれもやってこれもやってこういうデータも取ってこういう場合はどうなんていう、もう追加オーダーがものすごいことになったんですね。でそれを確認しないと、その開発する製品の品質が全く担保できないっていう重大項目であれば、まあ、しょうがないかなっていうふうには思ったんですけれども、その時はですね、そんな重箱の隅をつつくようなことを今やるみたいな、なんかそういう話だったんですね。でその時はですね、もうスケジュールも全然ないし工数も全然ないしっていう状態なんで、もうそこを確認してもどうするんですかみたいな、まあ、そういう話をしてたんですよ。なんですけれども、もう全く譲る気がないんですね。でしばらくすればその上司も熱が冷めるかなって思って上司のことをほっといてたんですけれども、そしたらその上司がやってきてですね、まだなんとか、いつできんのとか、やったのとか、圧がすごいんですねで結局まあやることになって、スケジュールを遅らせて、まあ、残業してまでそういうデータを取ったっていう、まあ、そういう過去がありますね。で続いて2つ目が、理論や計算が得意なタイプ。でこれはですね、高学歴の人とか学生時代の勉強に自信のあった人にすごい多いタイプですね。で私最初大企業にいたんですけれども、周りの同期とかもう東大卒とか早稲田卒とかもううじゃうじゃいたんですね。なんで結構こういうタイプは多かったです。でこのタイプの人っていうのは、問題さえこう与えられればそれを解く能力っていうのがすごい高いんですね。なので先ほどの問題を作るタイプの人からこうお題をもらって、それを計算とか理論を用いてこう解いていくっていう、そういうのが得意だったりします。
で、理論計算が得意な人っていうのは、まあお題が与えられた時にですね、こう自分なりにこう計算モデルを組み立てて、それに基づいてこう計算をしたりとか、まああとは材料の許容応力とか、まあ、安全率とかっていうのを、まあ何を参照したらいいのかっていうのを、まあなんかいろんな企画とかそういうところから、まあこれを使ったらいいとか、この値に設定したら良さそうだっていうので、設定して計算してたりしますね。ただですね、このタイプの欠点っていうのが、現場に出ないと垢抜けないっていう欠点があります。でこれかなりあるあるかなって個人的には思うんですけど、まあ、例えば高学歴の大学出身の若手社員がですね、こうなんか簡単なフレームみたいなものの強度計算をして、で自分で設計をしてみたみたいな、そういう部品があった時にですね、出来上がった部品を見るとなんか結構華奢なんですね。これ大丈夫とか、本当に強度計算したみたいな、なんかそういう部品が結構出来上がってくるんですね。設計をした張本人にですね、こうどういうふうに設計したのって聞いてみるとですね、いやもうこういう計算モデルを立てて、こういう計算をして、でこれぐらい余裕があるから大丈夫ですみたいな、結構理論はスラスラ言ったりとか、エビデンスはちゃんと残してるんですけれども、でも実際物を触ってみるともうグニャグニャだったりとかっていうのがあるんですね。結構ありがちなのが、こうねじれに対してグニャグニャっていうパターンですね。でその若手社員の作った設計資料とかを見るとですね、なんか材料力学のなんか針のモデルみたいな絵を描きながらですね、まあこういう計算をしましたみたいな、まあそういうのを出してくれたりするんですけど、その部品を持つところってそこだけじゃないよねとか、なんか重力の方向って、まあ、そこだけ考えればいいわけじゃないよねとか、なんかそういういろんな抜け漏れがあったりするんですね。でこういう失敗っていうのは、まあ、個人的にはまあしょうがないんじゃないかなっていうふうには思います。っていうのもですね、こういう理論とか計算が得意なタイプっていうのは、自分が今まで勉強してきたこととかそういうのにすごい自信があるわけなので、いやこれじゃまずいんじゃないとか、こうするべきじゃないとかって言ってもあんまり聞く耳持ってくれないんですね。なのでですね、もう百聞は一見にしかず理論で、もう実際に作らせて失敗をさせてみないとこれは改善しないですね。なのでですね、まあ、簡単な部品でもいいので、その理論派の人がいたらですね、まあ、なるべく早い段階で、まあ、実際に物を作らせて、で物を触らせて、でどこがダメでどういう改善点があるのかとか、まあ、そういうのをやっていくのがいいんじゃないかなと思います。でこういう失敗をしている人を見てですね、たまにこう掘れ見たことかみたいな、まあ、そういう職人さんたまにいるんですけれども、これはですね、この理論派の人が誰しも通る道っていうので、こう温かく見守ってほしいかなっていうふうに思いますね。で理論派の人たちのデメリットがこうもう一つだけあるんですけれども、それがですね、問題を解くのに満足しちゃうっていうのがありますね。で機械設計っていうのは問題を解くのが目的ではなくて、問題を解決するのが目的なんですね。でそこの目的を結構忘れがちだったりしますね。なので例えばこういうのが成立するかどうかを計算で確かめるっていう風になった時に、途中で、あこれ多分このままいっても多分ダメだなっていう風になった時に、それをもう捨てて、もう別の方法を探すっていう方向に振り切らないといけないんですね。なんですけど、この理論派の人たちっていうのは、まあ、間違っているって分かってても、それを正確に求めようとしちゃったりとか、あとはこう解析とかを作って、こう3次元の分布を作って、まあ、こんな感じになります、でもダメですみたいな、でそういうですね、まあ、突き詰めても意味のないようなことになんか工数を費やしちゃって、なんか後々トラブルになったっていうのは結構見ますね。なので理論派の人はですね、まあそういうところには注意をしていかないといけないかなっていうふうに思います。で続いてがですね、現場が得意なタイプ。でこれはですね、自分で現場作業をしたりとか、あとは現場でその業者さんに指示出しをするっていうのが結構得意なタイプだったりしますね。設計なのに現場で仕事するのって思われた方もいるかと思うんですけど、これは全然あります。設計初期段階のもう実物が全くない段階だと、まあ、結構事務所で仕事することの方が多いんですけれども、まあ、試作ができたりとか、なんか試験をしていくっていう段階になってくると結構現場での作業が増えてきたりします。でそういった時にですね、設計の人自らがまあ現場に出向いて、まあ、自分で作業することもあれば、まあ、指示を出して、まあ、どういう風にしてほしいって業者さんとやり取りするっていうこともあったりします。でこのタイプの人っていうのは、こう現場でこう図面と現物とをこう見比べるとか照らし合わせるみたいなことが多くなるので、
あの図面の読解力が結構高い人が多いかなっていう印象を受けますね。まあ、あとは現場での作業が多いおかげで、あの部品の加工のしやすさがどうかとか、作業性がどうかとか、あとは安全面だとこういう設計はどうなのかとか、なんかそういったところの感性が鋭いかなっていう印象を受けます。まあ、あとは小さいトラブルとかですと、まあ、応急処置でこういうふうにしたらいいとか、まあ、あのとりあえずこういうふうにし、あのしておこうとか、あの自分の中で解決してしまうっていう方も結構多いですね。でこれは現場が好きかどうかっていうのが一番効いてくるかなっていうふうに思うんですけれども、あの私より経験が全然浅いあの後輩とかでもですね、まあ、現場に来るともうその人なしでは現場が回らないぐらい頼りにされてるとか、まあ、そういう人がいますね。ただですね、こういうタイプにも実は欠点があって、それはですね、こういうタイプっていうのは実物があるとすごい能力を発揮するんですけれども、実物がないその企業検討の段階とか、あとは理論でこうガリガリ詰めて設計をしていく段階っていうのが結構弱かったりします。なんでこう計算モデルを立てられなかったりもしますし、で結構ですね、経験とかフィーリングに頼ってこう設計をしたりとか寸法を決めていく癖があるかなっていうふうに個人的には思いますね。まあ、実物をこうたくさん見ているおかげで、まあ、そのフィーリングもその大きくは外れてはないんですけど、じゃあなんでこういう設計にしたのっていうふうにこう問いただしてみると、その理由づけが結構弱かったりとか、うまく言語化できなかったりとか、なんかそういう印象を受けますね。はい、続いてがですね、コミュニケーションが得意なタイプで、このタイプはかなり少数派で、もうなんか希少品種並みにレアなんですけれども、なんかやたらとコネが広いんですね。なんか全然違う部署の課長とかと仲が良かったりとか、なんかこの前どこどこの部長とゴルフ行ったとか、どこどこの社長とちょっと飲んできたとか、なんかそういう話を結構するんですよね。でこの人はですね、結構交渉事がうまいんですね。なんかこうお客さんとの会議とか、こう社内との会議があった時に、こう自分がこうしたいああしたいっていう、そういう主張を結構しかるべきところで通していくっていう、そういうのが得意だったりします。だからこうイメージで言うと、なんか技術者っていうよりはなんか営業っぽい感じですね。でただこういうタイプにもやっぱ欠点があって、それがですね、設計能力はそこまで高くないんですよ。まあ、設計をする上でできるべき計算ができなかったりとか、あとは図面のチェックが結構ざるかったりとか、あのそういうのが多かったりしますね。なので、まあ、設計者なんだから設計能力あってこそだろみたいな、まあ、そういう人からはですね、かなり嫌われやすいタイプですね。で特にこのコミュニケーションが高いタイプっていうのは出世しやすいので、余計こういう人から嫌われやすいんですね。じゃあ設計能力がないのにどうやって仕事するのかっていうと、その優秀な部下とか、まあ、優秀な外注さんを使って仕事をしていることが多いですね。なんで例えばこう新入社員で右も左もわからないような状態で、いきなりあのこういうタイプの人のプロジェクトにあの組み込まれたっていうことになると、結構悲惨な目に遭いますね。誰も助けてくれないですから。で続いてがですね、いい人感が出ているタイプで、このタイプっていうのはもういい人感がすごい出てるので、こう周りからの人望がめちゃくちゃ高いんですね。あの人の話を聞くのとかめちゃくちゃうまいですし、よくこう誰かの相談に乗ったりとかもしてるのを見ますし、性格も癖がなくてすごい協調性があるので、周りの人からすごい信頼されてるんですね。で相談に乗るだけじゃなくてですね、もう本当に困ったことがあったら、まあ、手助けもしてくれるような、まあ、そういう人なので、あのその人自身設計能力もめちゃくちゃ高いんですね。なんですけど、まあ、こういう人にも欠点があって、それがですね、あの頼まれ事は断りづらいっていう、そういう欠点がありますね。で頼まれ事断れないので、結構仕事がパンク状態になっちゃったりとか、あとは自分の仕事が全く進まなくなっちゃったりとか、なんでそこはなんか残業したりとか、なんか土日に出勤してなんかカバーしたりとか、なんかそういうことをしているっていうのをあの聞いたことがあります。で続いて最後なんですけれども、これがですね、言われたことを愚直にやるタイプで、この人はですね、こうあんまりこう欲とか感情をあんまり出さなくて、なんかもう無って感じの人ですね。でこのタイプはですね、上司とか、あとは会社のルールには結構忠実だったりします。
なんで例えばこう議事録作っといてとか、なんか資料作成しといてとかっていうふうに言われた時に、あ、分かりましたみたいな感じですんなり受け入れますし、あとは来週から長期出張行ってくれとか、ちょっと土日出てきてほしいっていうふうに言われても、あ、はい、分かりましたみたいな、なんかすんなり分かりましたっていう、そういうタイプですね。ただこういうタイプにもやっぱデメリットがあって、それがですね、基本的に受け身なんですね。なんで、まあ、指示があれば、まあ、分かりましたって言ってやるんですけれども、何も指示がなければ何もしないんですねこういうタイプってどこの職場にも一定数いるんじゃないかなって個人的には思います。じゃあなんで受け身なのかっていうのが、まあ、大体2パターンあるかなって個人的には思うんですけれども、で1つ目が経験は浅くて受け身のタイプで、これ私個人的に納金タイプって呼んでるんですけれども、これはですね、まあ、やる気とか体力はあるんだけれども、結局何したらいいのかよくわからないから、まあ指示に従ってるだけみたいな、まあ、そういうタイプですね。でもう一つがですね、経験がある程度あるんだけれども、こういう受け身のタイプ、個人的にはひねくれタイプっていうふうに呼んでるんですけれども、なんか過去に会社の理不尽とかでもう飲まれちゃって、もうなんか嫌気がさしちゃってるタイプですね。でこういう人はですね、なんかもう仕事に対するやりがいとか、もうそういうのは諦めててですね、もう仕事っていうのはお金を稼ぐための行為だっていうふうに、なんかもうそういうふうに割り切っちゃってる人が多いですね。でまとめなんですけれども、職場で働く機械設計者のタイプっていうのは、まあこういう6タイプが主にいますよっていう話ですね。じゃあこの6タイプの中で、まあ、自分はどういうスタイルで今後やっていくかって考えた時に、まあ、一般論として、まあ、自分が何が得意かっていうのを分析して、でその得意なことに、まあ、全振りをして、で不得意なことは、まあ、他の人に任せていきましょうみたいな、そういうことがよく言われると思うんですけど、これ確かにまあ個人的にもその通りかなっていうふうに思うんですけど、ただ一つ注意点があって、それがですね、この自分が何が向いているのか、何が得意なのかっていうのは、ある程度量をやらないとなかなかわからないっていうことですね。まあ、例えばですね、まあ、自分はこれが多分得意だからこれをやっていこう、これが不得意だからこれは他人に任せようっていうふうに思ってもですね、まあ、ただの食わず嫌いなだけで実際全然違ったよっていうことなんて結構ありますし、まあ、あとは1回や2回トライしてみて失敗しましたってなっても、それって向いてないから失敗をしたのか、まあ、ただやり方がまずいだけで、まあ、正しいやり方でやれば全然うまくいくとか、なんかそういうパターンだったりってことも全然あるんですね。なのでですね、なんかもう俺はこれでいくんだっていうふうに、もういきなり腹をくくるんじゃなくて、まあ、時間をじっくりかけながら、まあ、いろいろ試しながらやってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、参考にしてみてください。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。このものづくりのすすめチャンネルでは主に機械設計のことをテーマに情報発信をしていきます。で動画がいいなと思ったらいいねやチャンネル登録をしてもらったり、あと SNS でこう共有をしてもらえたら嬉しいです。またですね、ものづくりのすすめというブログとか、あとは Twitter でも情報発信をしているので、よろしければチェックをしてみてください。またですね、ここならで機械設計に関する質問とか、あと相談を受け付けています。例えばちょうど仕事に行き詰まっていて、こうアドバイスをもらいたいっていう人だとか、あとは仕事についてですね、まあ、会社の人には相談しづらいなっていう悩みがあったりとか、まあ、そういう人はですね、ここならから連絡をいただければというふうに思います。また個人でもですね、機械設計の仕事を受けたまわっております。例えば図面の電子化とか、そういう簡単な業務からでも受け付けておりますので、興味のある方はぜひご連絡をください。それではまた次の動画でお会いしましょう。